ワンカットで夜への誘い文句は時間は取らせねえ、ボーン。はい、今日は非常に使い勝手のいいテクニックです。お楽しみください。実演。はい、では解説していきます。非常に実用的なトップコントロールです。1枚でも可能ですが、複数枚の時に行うことが多いです。複数枚コントロールでは比較的簡単の部類には入りますが、4枚以上になってくると少し難しくなってくると思います。今回は4枚で行います。わかりやすく表向きの状態で4枚をバラバラに差し込んでいきますが、この時にあまり下の方には差し込まず上側付近に差し込むと楽に行えます。もちろん下までやってもできないわけではございません。なるべく上の付近に集めた状態で押し込んでいきます。押し込んでいって少し突き出た状態で親指と中指で圧をかけます。圧をかけた状態で人差し指でこちらを押し込んでやると4枚のカードだけがこのように突き出た状態になります。右手でこのように持っている状態です。小指でこの突き出ている部分を保持しながら、このように一番下のカードより上を持ち上げてカットします。片手でこのようにカットします。左手で抜き取る形でも構いませんし、人差し指で投げてあげるような形でも構いません。小指で4枚のカードをキープしている状態でカットしてみると、上4枚にコントロールできるというものです。抜き取るときは摩擦があまりかからないように横にこのように抜き取ってあげると比較的楽に取れるかと思います。プレッシャーをかけた状態で全体をずらします。小指薬指あたりでキープした状態でカットします。私ここでスピードでごまかしちゃうんですが、実際はゆっくり丁寧にやっていただいて問題ございません。むしろそっちの方がいいかもしれません。押し込んでずらしたら素早くこんな風にカットしてますが、細かいところはお好みでやってください。この技法の場合は比較的小さな突き出しでも結構簡単に抜き取れますので、小さめにできるようになるとよりいいかもしれません。めちゃくちゃ使い勝手のいいトップコントロールです。習得しておくとあなたの幅が広がると思います。はい、今日のマジックいかがだったでしょうか。センスは情報量と比例します。というわけでまた明日お会いしましょう。バイバイ。